今回はアニメ魔王様リトライ第2期が衝撃的なことになっている件について話していきたいと思います。魔王様リトライはテレビアニメは2019年に放送されていたのですが、原作は小説家になろう初のね、ラノベ作品でございます。で、ちょっと前にね、第2期の発表がありまして、まあ、今回それの続行が出たって形なんですけれども、かなりね、びっくりです。はい。あの、スタッフさん、キャストさん、ほぼ全員入れ替えっていうね、まぁ、あ、大体ね、あの、まあ、制作陣変わるのはわかるんですけれども、キャスト陣もまるっと変わるっていうのは、まあ、かなり 驚きです、ね、ですすねが安心してください主人公の津田や、さすがにこれは良かった。もうここ変わってしまったらね、根本から変わるというか、本作のアイデンティティが失われてしまうと言っても過言ではありませんからね。うん。やっぱ昔もなろう、あの、昔はよく言われていたところでね、あの、展開が似回ったりとか、まあ、そのね、あの、属性からですね、まる太郎なんていう呼ばれ方をしていたね、なろうアニメもいろありましたね。スマホ太郎とか、デスマジローとか、えのー、があった中で、本作はね、津田健次郎って 呼ばれていたぐらいですからねまあ、それだけ松田健作が本作にとってどれだけ大きな役割を果たしていたかというかね、うん、そういうのが、えー、分かっていただけるかなというところでございますはいですがねまるっと他のキャラクターも変わってしまうっていうのはかなりファンの方からしたらいろいろ思うところあるかもしれませんどういうことなんでしょうかねいろいろ珍しいことになっておりますはい、本作の話をすると魔王様リトライはですねそのすっごいね、まあ、低予算な作画と、まあ、チープなフォントとあの悪すぎる点 とですね、一体何がいいのかってね、思うような作品なんですけれども、まあ、逆にそれが癖になるというか、あえて突っ込みどころをたくさん用意しておくことによって、まあ、主人公の津田健さんがガンガン突っ込んでいったりとか、視聴者もそういう本作の突っ込みどころに対して、なんでやねんってね、まあ、自分からいけるような作りにあえてしてるところがありまして、ですので、あの、一周回って面白いみたいなね、まあ、最近で言うと、表現みたいなね、感じの、あの、味合いが、あの、する作品だったと言えば、わかりやすいかなっていうところなんです ですよね。ですので、なんやかんや面白くて帝王さんなるア,アニメとしてはかなり高い評価だったと思うんですよね。まあ、最終回もね。まあ大体続くとかながらわかるんですけども、続けて終わったっていうね。まあ、それも一つね。伝説となっておりました。けれどもねまあ、なんとか今回続いたということでね。まあ、王様リトライ r というタイトルになりました。まあ、この r の意味は何なのかわからないのですが、まあ、これだけ制作体制が一新されるっていうのは、もうリメイクみたいな感じもありますよね。まあ、ですが、この流れも含めて原作通りといえば原作。 なんですよね、この作品って、小説家になろうの原点が、魔王様リトライっていう作品でございまして、それが人気を博して、魔王様リトライっていうタイトルで書籍化されたんですよね。ですが、書籍化された際のイラストレーダーさん、ブギーポップのね、絵とか描いている有名な方だったんですけれども、この方のイラストにかなり批判が集まって、キャラデザが原作と全然違うぞと、原作で描かれているイメージと全く違うということで、かなり批判が集まったのが理由かわからないんですけれども、とにかく最初の書籍化のやつはですね、3巻で打ち切りになってしまったんです。 んで、すよねでその後に、イラストレーターさんが別の方に代わってですね、再スタートしたんですね、一巻から。まあ、ちなみに原点であるナロー版の魔王様リトライはね、書籍版で続きを書くというね、都合上ですね、打ち切りエンドになっております。コミカライズ版もですね、まあ、このごたごたがあって、魔王様リトライっていうタイトルは、もう一、一旦ですね、そこでエンドという形になってですね、まあ、続きは魔王様リトライ R というタイトルに変えて、第一巻からね、続きを書いているという現在の形でございます。というですね、まあ、原作の方も制作体制で色々なごたごたがあったり、 しましたのである意味このアニメのですねあの制作時まるっと入れ替わるっていうのはある意味原作を踏襲している流れでもありますのでうん何 <laughs> とも言えない感じもありますねうん、まあ、この魔王様リトライという作品自体がねあの評価されていたポイントがこのあの低予算アニメですごい頑張って面白く見せていたっていう部分にありますのでまあ、これがね新規あの制作人の方々にあってどういう形に変わるのかっていうところが、えー、非常に気になるところですね ということで今回はテレビアニメの青様リトライ第2期の制作人まるっと入れ替えについて話していきました。だけどもうね、津田健さんが変わらなくて本当に良かったなっていうところありますね。皆さんのエンジンともコメント欄の方のお願いします。じゃあまた。